大人もね、か、うん、今まで想像もしなかったジャンルだ。しかし、そう考えた途端、鮮烈なイメージが頭をよぎっていくのを感じた。やれそうだ。そっか、俺を待っていたのはこれだ。それは何年も何年も眠っていたものが目覚めた清々しい朝のような気分だった。お下げします。心地よい興奮が俺の全身を包んでいた。俺はいても立ってもいられないほど猛烈な心の高ぶりを感じた。書きたい、書きたい。そんな欲望が頭の中を占領していた。中の壁はやけに綺麗だった。きっと清掃婦が丹念に磨いていったんだろう。